私はぐるぐるめぐる地域経済づくりの話をします、えー、午前中話をしたので皆さんこれなんだかわかりますね餌食べているところうなぎです、えー、私はうなぎの養殖をしているんですけどうなぎの養殖をしてかば焼きを売りながら川でもどれぐらいうなぎが増えるのかそもそもどれぐらい川にうなぎが登ってきてどれぐらいだったら人が食べても大丈夫なのかっていうのを、えー、研究してます でえー、うなぎの養殖は廃校になった小学校の体育館でやってます。でこれを循環型の仕組みでやってます。えー、林業の村ですんで、えー、そこで出る、あのー、廃材を使って、えー、木質ボイラーでうなぎの養殖水を温めてでこの養殖水から出る排水で野菜を育ててます。ここれがそののとこですね、えー、村内の、えー、材木屋から 廃材を集めてきてき、えー、し上げますで、えー、うなぎから出る、まあ、うなぎのうんちですねうんちを使って無,糖薬で無農薬で、えー、野菜を育ててますこれ何だか分かりますかね皆さんあだだい大体ポロッておっしゃってたからあの鹿ですこれあの小学校の裏山にこの間捕まえた鹿です、えー、僕らは漁、えー、もしてます であの西桜先ほどご説明したように「あの100年の森構想」っていうのであの間伐進めてるんですけど間伐して次の木が育つ前に鹿が食べちゃいますなんで鹿をどんどん捕まえないとっていうので捕まえてるんですけどその捕まえたあの命を大切にいただきたいなということであの、えー、美味しい鹿活にしてあの東京の、えー、日本橋の料理屋さん大阪の料理屋さんとと。えー 共同になっておいしく鹿をいただくっていうことをやってます。あとこれなんだかわかりますかね？なんのか、シ、ま、カ、あ、ですね今出てきたね。鹿カシカ職員。あの僕たちはあの自分たちでベンチャー企業をやりながらいろんな企業を育てるってことをやってます。で彼はあの川の職人で彼のビジネスを一緒に育ててます。で次がこれが、えー、草木染めです。 でうなぎの,あの養殖水を温める時に杉ヒのキの廃材を使うんですけどその時の,あの出る樹皮樹皮から色をとってこの染め物を作ってますこういうベンチャーも、えー、一緒に育ててますであの僕たちのうなぎだけではなくて地域のいろんな資源を合わせたぐるぐる回るぐ,るぐるぐる循環するあの経済を西アクラで、えー、作ろうとしてますで実際やっていてい あのいろいろ困ったことも出てきます一つはあの人口1500人の村なのであの売り先がないです川のバッグを作ってもあのなかなか売り先がないですでその経済面をどうしようかというので一つはあの、えー、クラウドファンディングでお金を集めてますで西アクラ村外の人でも応援してくれるこれはあの、まあ、うなぎも取れるようにって川の再生もやってたんですけどこれをクラウドファンディングでお金を集めるっていうのと あともう一つ、えー、私の事業部であのアプリ村民票っていうのを開発しています、えー、西桜の村の外にいる人も西桜のことを感じていただいて西桜の森だとか田んぼだとか川を一緒に共有してもらいたいなということでこのアプリを作ってます、えー、アプリをダウンロードすると村民票があの、えー、もらえまして で、えー、村内の産物のことですとかどんなことを、えー、西アクラの里山資源を使ったイベントのご紹介だとかがありますの、ね、でこちらであのダウンロードできますので <laughs> 皆さんにお配りしたここの裏にも QR コードがあるのであのぜひ iPhone でも Android でもダウンロードできるのでダウンロードしてください,てくださいまだあの作り途中なんで一緒にこういうコモンズの里山をどうやって管理するのか。 IT 技術とリアルな関係をどうやって合わせるのかっていろいろ試行錯誤中ですのであのご意見いただけたらと思いますでこれがあの私の事業部のメンバーでいろんなあの若いメンバーでやってますはい以上です